この時間はクリック365為替情報のコーナーです。今週のゲストは岡安商事外国為替 IS 本部の吉田浩一さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はもう何人かの方にもお聞きしてるんですが、なんといってもこの ECB の決定、そしてその後のドラギ総裁記者会見発言と、そうですね、つまりどういう展開、もう、ね、皆さん今日出てる方はもうこの話中心になると思います、うん、またね、私が出る前日から必ず値段が動くんですけどね、嵐を呼ぶ男って言われて、本当ですね、もう昨日も大嵐でした、まあ、ちょっともう一回ですね、うん、おさらいして振り返っていきたいと思うんですけども、昨日まずこれ非常に珍しかったのが、うん、21時45分に政策金利っていうのは毎回ですね、うんうん、発表されるんですけども、うんうん、今回はこの時間同じ時間に月額の、購入数量800億ユーロという増額の金額も同時に発表したんですよ。これちょっと珍しいですね。なるほど、なるほど、はいはいはい、普段は22時半のドラギ総裁の会見の中で、うん、今後はっていう話が出るんですけども、うん、もうそれを待たずして、うん、もう本当にもう決まっていたことをそのままストレートに伝えてきたっていう状態ですね。価格の方の動きも早かったです。21時45分、まあ、発表直後から大きな動きになりましたね、うん、金利の方もマイナス 0.3 をマイナス 0.4 1段階引き下げをして、うん、まあ、2017年3月までの期限は前回同様据え置きだったんですけども、はい、これの反応は当然ユーロ安で反応したんでしょうな。もう最初はユーロ安、特にユーロ円は発表直後だいたい1円ぐらい下がって円高に振れまして、うん、でその後22時半からドラギ総裁の会見が始まった直後に、はい、なんとドラギさん自ら、今後は追加の利下げをちょっとしませんという否定発言が出てしまって、あのね、もう正直私の方もびっくりしました。値段を見てるうちに急落から急騰へ変わったんですよ。というのがこのチャートですよね。そうです、はい、もうこのチャート見てもらうと分かりますけども、発表直後の下げ幅よりも、まあ、ドラギ総裁の会見の追加利下げ否定の後の値段の動きは約3倍です、ね、3倍返しですな、はい、124から123円64まで下がって高値 126.79 までいきました。これユーロ円の15分足のチャートなんですけども、うんうん、左上にですね、主要通貨ドル円、それからまあユーロ米ドル対ユーロに対してのドルの動きですね、この価格もちょっと張りましたが、変動幅見てください。ドル円で1円80銭の変動、ユーロ円で安値から3円の上昇ですね。ユーロ米ドルは398ピプス約4円近いね、あの変動になりまして、まあ嵐というよりも大嵐でしたけど。なるほどね、はい、これ基本的にはこれだけ大きな金融緩和をやったにもかかわらず、はい、マーケットが一番反応したのは、まあ、要するにこれから多分もう打ち止めで何も金融緩和が出ないであろう、ただそれあくまでもそれは仮定の話ですね。仮定の話ですね。ですよね。でもそれに物のようには反応してしまったのがこの現状だということですね。そうですね。実際今回緩和で発表された数値というのは、うん、まあ、この800億ユーロという増額に関しても、かなり、ね、数字的にはすごい数字になってきてるんですよ。そうですよね。でやっぱり金利の方も再度1段階引き下げをしたということで、うん、今世界中で、ちょっとまあ金融緩和っていうものがどん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 こう進んできている流れがあるんですけども、うん、まあ、今日実はそれをですねちょっと一覧表にまとめてきました。これ欧州のね昨日の金融緩和だけではなくて、うん、もちろん日本も、2013年4月から異次元緩和っていうものをスタートして、で、逆に他のオーストラリアニュージーランドといった、うん、各国もですね、利下げ開始ということで、うん、実は中央真ん中の数字を見ていただくと青で、利下げの、ね、時期と、はい、利下げの幅を書きましたが、うん、まあ、どこも並んで利下げなんですよ、うんうん、で一番上アメリカだけは、まあ、12月の16日昨年ですね、利上げをしてきたという状態ですね、うんうんうん、はい、でここで一番ちょっと注目なのは、アメリカの今年なんですけども、うん、2回から3回利上げ予想もある中で、日本欧州においては、マイナス金利を導入してきてるっていう流れです、うんうん、日本はねつい最近ですから
そうですよね、まあ、マーケットはこれの評価をしきれないままにここまで来てるんですが、はい、まあ、今日あたり銀行株セクターがそこそこ戻り始めてきた、今までこれダメだと、この一番悪影響を受けるんだというのが今日あたり戻り始めてきてるんで、まあ、それなりに織り込み始めたのかなという感じはしますけどね、はい、そうですね、まあ、金利だけの変動でね、うん、値段が全体的に動いていくっていう状態ではないんですけども、うんうん、それでもやっぱり年明け早々からマイナス金利利下げっていう、うん、まあ、昨日はねニュージーランドも昨日 0.25 利下げ、これねちょっとサプライズだったんですよ。それは知りません。そうなんだ、先週あたりまでは利下げをしない、現状維持ですよって言っていたものが、うん、本当に直前で利下げっていう状態で、うんうん、これも昨日大きな変動にもなってました。なるほどね。あ、でまあ今後の部分はね、うん、この利下げっていう部分も各国見ていかなければいけないんですが、うん、いよいよこうなってくると、うん、アメリカの今度は利上げのタイミングですとか、うん、この辺にも注目が集まってきますね。そして昨日は対米対ドルでも一気に114円50銭近いところで一気に円安に持っていって、これで115円あたりもつかけるのかなと思ったらまたすっと戻されているという感じで、戻されてますね、はい、特に昨日米ドル円は最初ユーロが売られましたので、うん、はい、ユーロ売りドル買いになりましたので、うん、瞬間114円台まで行ったんですけども、うん、この昨日のドル円の高値というのが、うん、今表示で出しましたアメリカの雇用統計3月4日にあったんですけども、うん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 、この日の値段とほぼ釣り合わせとなってますね。あ、そうですね、はい、この日ね雇用統計24万人非常に良かったんですけど、うんうん、平均時給がちょっとやっぱ下がってしまったので、うん、一概に雇用者数が増えたっていうだけでは判断ができなかったということで、うん、この日もドル円は114円台に戻して、その後値段が113円台の前半まで下げて、うん、で、今日は112円台までまた、ね、うん、値段が昨日も動いてきてるっていう状態になってます。そして日米の為替を決めるのは、はい、まあ、来週が来週です ね, ですね。これちょっと来週すごい1週間になります、うん、欧州が追加緩和をまあ行ってきたということで、はい、正直来週の月か、日銀の金融政策決定会合あるんですけども、はい、日本としては金融緩和はやりやすくなったんじゃないかな、うん、まあ、当然金融緩和に対する金融緩和策、まあね、例えが合ってるか分かりませんけども、うん、ね、隣のお店が売ってるものを価格を下げたらうちも価格を下げようみたいな、こういう流れがもうつながってきてる状態ですね。日本のマイナス金利今マイナス 0.1 でしたよね。 そうです。それがユーロがマイナス 0.4 ですから、そうです、はい、あと 0.1 ぐらい下げたっていいかなっていうような感じには、まあ、なります、ね、まあ、悪魔のつぶやきがあるかもしれませんね、はい、そういう感じで。でも私も注目ポイントに、今回もし日銀が金融緩和のプラス要素を入れてくるとすると、うん、前回のこのマイナス金利導入後のさらなる追加緩和という意味で、うん、この政策金利を当然触ってくると思いますね、うんうん、はい、そこまで金利が下がってくると企業にとっては本当に、はい、先ほどの PTQ でも話したんですけども、はい、現金にそのまま持ってたんじゃちょっとかなりの傾聴取られますかな。取れますね。そうですね、それを積極的に使わないと。そうですね、うん、企業想定レートからも今の実効為替レートがだいぶ乖離してますので、まあ、その辺の改善がね月内行われるかどうか、この日銀の政策の部分にかかって期待している方も多いんじゃないかなと思います、うん、そしてアメリカはというと、まあ、当然次の利上げのタイミングに対してなんか現地が取れるかということですね、はい、そうですね、ここは曜日が重なります、うん、日銀とにアメリカの FOMC、うん、月か水ってもう3日間でこの2大イベントが行われますので、まあ、イエレンさんの総会会見もそうですけども、うん、まあ、利上げのタイミングの内容などにも注目っていうところですね。そして日銀の金融政策の場合は必ずじゃあいつ発表なるのと、これですよね。そうなんです。もう一番近いところで来週のその火曜日に、はい、お昼に日銀の政策決定会合を2日間にわたって、はい、決められたものが発表されますが、分かりやすく A、B ってつけました、うん、A は、昨年12月ですね、うん、発表があった時の時間、うん、そして右上が今年1月に発表された時の時間、うん、共通して12時半を回ると、うん、何かある、うん、でこれですね、はい、で今回は、うん、まあ、2月がね、空いた1ヶ月空きましたんで、ありませんでした。そして3月、まあ、企業末決算月っていうことで、うん、まあ、為替ですとか株価の変動に対しても大きな影響を与えますので、うんうんうん、10
今日ちょっと時間皆さん気にしてください、はい、まあね、私タイムトレードなんて言ってますけども、12時半を回った段階で何かある、でもですね、これちょっと今回あの欧州のね昨日の発表があった通り、9時45分で昨日も政策金利と発表と同時にポンとも出したことがあるので、場合によってはもう12時ぐらいにもう決まってるんであれば出そうということでいきなり出る可能性もあるので、これ12時から12時半皆さんちょっとマーケットね、お仕事の最中でお昼休み大変だと思いますけども、ちょっと要チェックですね。それ以上に大変なのは吉田さんですね。はい、職員は取れませんね。本当ですね。あのできればね、でもこの日だけはしっかりと値段を追っていきたいと思います。やっぱりマイナス金利導入後1回目の、今回日銀の政策決定会合ですし、まあ、昨日欧州が金融緩和をやってきたという流れですから、時期的にはですね、日銀としても何かを出さなければいけないのかなという状態ですね。どのカードを切るかっていうのが、まあ、この来週の火曜日に決まるんですけれども、まあ、小さいものは出さないかなと思います、まあ、そこまでまた日銀がやってくるといよいよどうでしょうかね、日本の政府としての今度は財政の財党の部分に対しての一つの、なんか背中を押す材料にはなるかもしれませんですね。なりますね、まあ、マイナス金利っていうものも長期的な効果っていうのがね、あるっていうことで行ってきて、まあ、スイスですとか欧州とかも導入をしてきたっていう流れがありますので、まあ、値段とね、時間的な経過がちょっと追いついてないのかなっていう感じです、はい、そしてまたセミナーのご紹介ください。はい、そうですね、実はもうこれだけ値段が動いておりますので、株価為替の予想を大々的に来週から2週間連続でやります、はい、土曜日と日曜日、やりますので、特に土曜日はプレミアセミナー、そして日曜日は毎回、ね、この放送で言っています1日集中スクールで、たくさんの生徒がもう卒業されて、早いもので第6回目になります。これ人気のですね、FX の基礎からパソコンの操作分析まで全部やりますの でまた来ていただいた方にはね、フィボナッチ定規、私が作ったものは、これ本当、ね、皆さんにね喜んでいただいてます。プレゼント差し上げたいと思います、はい、ぜひ、ね、お問い合わせ電話番号とお間違いがないように、ね、セミナーのお申し込みいただければと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。吉田さんありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、クリック365為替情報のコーナーをお送りしました。